はい、ガレージライフの高橋直樹です。2021年に新型ハイゼットが出ましたけれども、このトランスミッションに CVT が搭載されました。これはとてもすごいことなんですけれども、ただ一つちょっと気になったことがあったので、 CVT フルートの交換指定についてお話ししたいと思います。ダイハツが2021年に新型ハイゼット発売しました。これはもうね、びっくりしましたね。軽トラに CVT を積むということですね。それに伴ってハイゼットカーゴとアトレイもね、人気ありますね。しかもそのアトレイはですね、今までハイゼットカーゴとの住み分けとして、アトレイが5ナンバーの乗用仕様で、カーゴは4ナンバーの貨物と、そういった住み分けをしていたんですが、今回ね、アトレイも4ナンバーということで、純粋な貨物になったことで、結構キャンプ仕様なんかにして楽しんでる方もいらっしゃると思います。そしてですね、今回ハイゼットトラックについてのお話になるんですけども、先ほどもね、言いましたけども、なんとですね、CVT を積んでるんですよね。従来通りですね、マニュアルも健在なんですけども、トランスミッションが普通の AT ではなく CVT になった。横置きの CVT なんかはね、ずっと前からあるんですけども、で今回、縦置きの CVT ということで、まあ新開発されたわけです。開発頑張りましたよ。まあそのおかげでですね、ネックだった燃費というところですか、あとはその坂道ですね、坂道どうしてもすごい急な坂道だと、シフトをアップするときに一回回転が下がってまた上がってっていうね、その繰り返しだったんですけども、今回 CVT のおかげでですね、ずっとそのままの勢いで登っていけるという、そういったメリットもございます。ロックアップ機構なんかもちゃんと備わってますので、これはよく作られてるなという印象です。メカ的な詳細についてはですね、まだちょっとこちらのレビューというものもしていないので、雪があったりしてですね、まあそれが落ち着いたらゆっくりレビューしたいと思いますので、そちらもお楽しみにしてください。はい、ということで、まず今回はですね、その中身なんですよ。その CVT の中に入ってるものというと、やっぱりオイルですよね。CVT フルードの交換時期についていろいろまあ議論っていうのはあるんですが、サービスデータの方を見るとですね、今回この CVT に使われているのがミックス CVT フルード DET というバージョンのオイルが入ってますけれども、でダイハツのメンテナンス推奨距離というのが10万キロごとの交換ということで指定されています。でシビアコンディションになると、まあ大体どの車もそうですけど、その半分くらいになりますので、まあ今回もそのシビアコンディションでは5万キロという指定になってます。でそこなんですが、今出てるですねダイハツの乗用車で、まあ最近のものでも推奨距離っていうのは5万キロ前の交換なんですよ。でしかもその乗用の場合は、シビアコンディション関係なく5万キロごとの交換っていうのが指定されております。でもちょっと待てよということなんですが、その今いろんな使い方はあるかもしれませんけれどもね、まあ乗用車で5万でなんか貨物で10万っていうのはんって一回引っかかったんですよ。大体おそらくシビアコンディションに当たるのかなとは思うんですけれども、ただどっちにしても10万キロで交換っていうのはちょっとね、まあ今までの経験からすると、遅いかなとは僕は思います。じゃあだったら壊れるのかって言われると、まあそうでもないんですけれども、ただやっぱり軽でですね10万キロ経って一回も交換してないフルートっていうのは、やっぱりそれなりに結構な汚れがあったり不具合も出たこともありますので、なのでもうちょっと早く交換してもいいかなっていうところですね。シビアコンディションで5万キロなんで、もうちょっと早いタイミングでいいのかなとは思います、今回のハイゼットに関しては。ただね、それが一概に今までのその CVT がそうだったからっていう考えは、まあ、はっきりは言えないんですけども、というのは今回ですね、この縦置きエンジン用にゼロから新開発した CVT なので、その中身の絡みでね、もしかしたらそうなってる可能性もあるじゃないですか。ただし、まあ、CVT である以上そんな変わりはないのかなっていう気はしますが、メーカーがねそう言ってるので。ただ個人的に乗用よりもですね、ハードな仕様となる貨物車ですからね、まあ、距離だけじゃなくてフルに荷物を積んで重い状態で走ってたりとか、それで山道をガーッと登っていくことが多かったりとか、そういったことでいくとですね、まだ出たばっかりなので、この先ですね、もうちょっと走行距離を重ねた車がありましたらですね、まあ、色とか、まあ、そういうのを検証してみたいと思います。今回はですね、新型ハイゼットの CVT オイルなんですけども、乗用が5万キロなのに、なぜ
今回の新型ハイゼットは10万キロ指定なのはなぜなのかなっていうお話でした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。